アケボ川は、大阪府八尾市内の一地域、かつての中郷地群がケボの川村だった地域の通称。川地国は海軍の最南端に位置し、八尾木村、東家村、戸塚村、押坂部村、樫村、日田村、中田村の各村があった。旧山和川分岐点の北側に位置し、稲作を中心とした農業が盛んであった。しかしたびたび水害にも悩まされてきた地域でもある。 古墳時代初め頃にはすでに当地にて生活が営まれていたことが分かっており、中堆石として発掘、確認されている。奈良時代後期に高層同郷が当地に最強を増築したが、彼の失脚と共に忘れ去られてしまい、現在でも遺構は発見されていない。1889年4月1日の市町村政志向に伴い、上記各村は、 明ケ川村に再編される。なお、明ケ川とは、この地を流れる川の名称であり、それにちなんで名付けられた。1896年に、中郷地郡の村となる。1955年4月3日に、八尾市に合併し、中郷地郡を離脱。住所表記では、八尾木、八尾木北、八尾木東、大和八尾木、東弓、大和東弓、戸塚、 大和戸塚、行部、大和ざ行部、柏村町、中田の各地域となる。なお、明坊の川東地区は、四季の郡二股に田村、明坊の町は、渋川郡安中に田村の一部であった地域あり、旧明坊の川村地域に含まれない。中田地区の北側、山本町南八丁目に、あけぼの川中学校があるが、元は明坊の川村立中学校であり、 八尾市が併後に現在地に移転し、当地から離れてしまった。鉄道当地には、鉄道は通っていないが、周囲に、鉄道駅がある。中谷町目、行部地区近くに、近鉄高安駅が、柏村町、大山行部、戸塚地区近くに、恩地駅がある。東湯気地区近くに、JR 敷野駅がある。主要道路バス、八尾木、八尾北、八尾木東。 大技八尾木曙川コミュニティセンター東湯弓、大座東湯気戸塚、大座戸塚業部、大座、小阪部白村町、中田の川村に関するカテゴリー、ありがとうございます。